今日の昼公演よりもっと盛り上がっていかないとこれいけないですね。心の準備は大丈夫ですか？그럼요。もちろんです。準備ですんだ。準備 OK です。準備 OK ですね。はい、わかりました。今日はもちろんライブはあるんですけれども、トークの方もたっぷりね、していただいて、チントップの素顔を見せていただきたいなと思います。まず早速なんですけれども、チントップは前回のファンミーティングというのはいつだったんでしたっけ？저번팬미팅을저희가2월달에해서저희가지금10개월만에두번째팬미팅을갖고있는데요、네、이제많이준비했으니까많이기대해주셨으면좋겠습니다。네혹시10개월전에같이팬미팅함께했던분혹시여기계세요？아많이계시네요。가와이가와이
はい、10ヶ月前私もね K-POP ゾーンという番組でご一緒させていただいたんですけど、まだねその頃はこうちょっとういういしい少年っぽい感じが残ってたティントップが、なんか今回すごい大人の男になってきてるんですけど、ちょっとこの10ヶ月で皆さん何があったんですか？腕を磨いちゃったんですか？네일단은저희가키가찬조君키가많이컸어요찬조君どれぐらい伸びたんですか身長올한해한 10cm 정도큰것같은데요すごいです、タケノコ並みですね。さあますますこれから身長が伸びていくティントップ、同じようにかっこよさもますます増してくれると思います。皆さん今日はティントップと盛り上がる準備できてますか？さあそれではたくさんお話、そしてライブの方も盛り上がっていこうと思います。さあ改めてまた座ると目線が少し下がると思いますけれども、ファンのみんなのお顔を見て今のお気持ちいかがですか？キャップさんいかがですか？ファンがすごく近くにいます。떨려요どうでしょう、ドキドキしてます。ドキドキしてますか？エルジョー君いかがですか？パーボあ油断してると当てていきますからね。今日はあ、で、あ、で、갑자기화나가너무좋으셔서ね、ちょっと놀랐어요。エルジョー君前髪上げてっていう声が聞こえてますけれども、今日は前髪を下ろし気味で行くんでしょうか？앞머리前髪ですか？안돼。一応ねスタイリングでかっちり決めてますからね。はい、まあそんな보고싶으세요？見たいですか？그럼エルジョー에게춤출때보세요。ああそうですね、やっぱさりげなくこうねデコがちらっと見えるのがまたセクシーですからね。じゃあ踊ってる時にニエル君もこう前髪結構下ろし気味ですけど、今ティートップのメンバー前髪を下ろし気味が流行ってるんですかって思ったらリッキー君全然上がってます、ね、ますますかっこよくなることはね間違いありません。あの今回はファンミーティング、今年2回目ということなんですけれども、もうすぐソールドアウトで今日も本当にたくさんのファンのみんなが来てくれました。改めまして今の喜びをみんな表現してください。じゃあみんなでカウントしましょう。せーの、ハナトゥーセ。はい、ありがとう。なかなかの感動ぶりで、なかなかのお喜びが伝わったかと思いますけれども、さあね、2月から10ヶ月の間になんとティントップものすごい賞をもらっちゃったっていう噂を日本で聞いたんですけれども、さあみんな何の賞をもらったんでしょうか？ですか？はい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 、ね、すごいですね。これはなんか目標としてた賞だっていうことなんですけど、そうだったんですか？ね、저희가원래신인상을굉장히받고싶어했었죠。네、2010년목표가제가신인상을타는거였거든요。근데이뤄가지고참너무좋은거같아요。じゃあ新人賞を取った時の喜びを今からみんなに表現してもらいたいと思います。いいですか？じゃあみんなカウントしますから、せーの、감사합니다。부처인상부처인상。もう台本にないことばっかりやってですね、そろそろ怒られそうなんで元に戻そうと思いますが、みんなご協力ありがとうございます。なんて身が軽いんでしょうか。さあところでファンの皆さん、ティートップの魅力は何だと思いますか？動物園の珍獣の檻の前に来たみたいな感じで、さっぱりなんだか分からなかったんで、はい、あのいろんな、ね、魅力をみんなもちろんご存知だと思うんですけれども、ちょっと今日はティントップの素顔を見てみたいと思いませんか？というリクエストがありますので、じゃあちょっと今日はティントップのメンバーの素顔が見えるように、本日こんなコーナーをご用意してみました。さあ本日最初のコーナーです、こちら、ババン、ティントップの俺って童謡、拍手。俺って童謡すごい。俺って童謡って今言ったの誰？すごい綺麗な発音でしたね。で、あ、あ、좋아요。良かったですか？すごい良かったです。もう一回。俺って童謡。すごい綺麗でした。さあ、俺って童謡ということで何をするかと言いますと。
人、メンバーに質問があるという人、手を挙げてください。誰が行きますか？3人さん。僕がやります。じゃあ早かったからもう決まり。僕です。もうじゃあこの3人で決まりにします。はい、じゃああとの3人はですね、せっかくなのでぜひファンのみんなにも答えてもらいたいなと思うので、ファンのみんなを選んでもらうっていうのはどうでしょう？はいはい、はい、じゃあ抽選箱カモン。さあそれではキャップ兄さん行きましょう。質問、何の質問にしましょうか？ケビ、연기를한다면은어떤역할이어울릴지써주시기바랍니다。さあ行きましょう、考えていただきましょう。キャップ兄さんがもし演技をするとなると、どんな役柄が似合うと思いますか？それぞれ考えて答えてください。それではよーいスタート。もうチャンジョ君が書き終わっチョー君も書き落ち。はい、じゃあ見せながら答え。じゃあエルジョー君、出しながら答えを発表してください。どうぞ答えを。じゃあ発表して。ターザンよ。ターザンです。ターザン。なんで？ケピョンが野生에서잘어울릴것같아요。なるほどなるほど。じゃあチョジョ君、出しながら発表してください。はい、せーの。직접연기를하지않고요、이제배우들뒤에서이제잠깐나오는공놀이하는역할。それエキストラじゃないですか？エキストラ도더밑에。いや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 、あれあれれれれ。저는주연입니다、無조건。だそうですよ。さあ次にかけた人、ジェリッキー君、出してください。発表もお願いします。せーの。저는늑대역할중에친구、늑대역할친구。주인공은아니고。주인공。네、주인공은하면안돼요、ケピョン은。なるほど。このなんかすごくよくわからない感じがいいですね、とっても。はい、はい、ありがとうございます。オオカミなんだけどその友達の役ですね。さあ次にかけた人は、じゃあじゃあチョジ君。はい、じゃあ発表してください。なんて書いてるんですか？전쟁영화의남자주인공이요。あ、僕それ好きだな。왜타잔은타잔은근데타잔은ダメですか？아니타잔타잔은ダメ타잔タザン。ジョン君のお答えをお気に召したようですが、じゃあニエル君にもビシッと決めていただきましょう。はい、なんて書いてるんでしょうか？サムライ。それも好き。かっこよさそうですね。それは相当かっこよさそうです。さあそれではエンジェルちゃんたちもなんて書いたのか一斉に発表していただきましょう。せーの、どうぞ。ターザンがいるじゃないですか。ターザンがいるじゃないですか。そしてそのお隣は執事。これ、あ、でも今ねそういうドラマもありますからね、執事が主演にもね、なり得ますね。さあそしてお隣はイケメン教師。ああ、これもちょっと見てみたい気もしますね。ご本人もお気に召したようですけれども、イケメン教師がいいということです。さあそれではご本人なんて書いたんでしょうか、発表していただきましょう。お願いします。